見てください、こののどか具合。郵便局、こっちが郵便局か、これは漁協かな、ね、本当に田舎の漁村にありがちな風景で、いや素敵でしょ、こうゆったりと時間が流れる。まあ僕沖縄なんかにもねよく行くけど、あの西日本でちょっと離島を渡るとね、まあ見事に静かなもんですよ。はい、ということでちょっとね海の中を今横目で見たら分かるかな、ロープの下に餌のような小魚が、水きれいだね。さて、車も借りてるのでちょっと島内探索しましょうか。車で、いいお天気だね。風はねそよ風って感じだな、無風じゃない、軽く吹いていてちょうど気持ちいいくらいだよ。現在朝の8時です、うん、こうやってね、島内の海岸道路を、軽自動車で走ってるだけで僕は癒されるんだな、これが。寒天の材料じゃないかな、天草、多分寒天の材料だと思う。落ちてるね、これ小学生いるのかな、小学校だよね、子供たち書いてあげたな。ねえ。2002年何年、2001年卒業生。あ、2001年で1、2、3、4、5、6、7、8、9。うん。あ、ちょっとこれ年代別で見るとよくない？あ、これ人数分なんだろうと思うよ。あ、そんな気が。しなくもないね。2000年は1234566。2023年度卒業。リオ、ユーズキちゃん、ウタギちゃん、ハルコちゃん。昨年は4人。龍馬くんとみのりちゃん、2021年はお二人か、多分卒業生の人数分書いてあるんだろうと思うんだけど、いやー気持ちいいね、この一番いい気候の中でねえ、5月の一番爽やかな時だよね。秋よりもやっぱりこの春を過ぎて初夏の頃かな、僕は気分が一番ウキウキする季節がここ6なんだけどね。まあ夏は夏でさ、灼熱の中、アウトドアっていうのも好きなんだけど、やっぱり気候がいいよね、5月6月ってお天気のいい日は。
癒やされます。いいんじゃない、この湾なんか。ちょっとここへ入って。そういう感じのとこが好き。こういうとこが好きだ。釣れる釣れないじゃなくて、好き嫌いの問題だよね。よし、ちょっと置いてみよう。いやー、水きれいだな。ちょっと光の太陽が、方向が、角度が悪くて水の中がちょっと見えにくいね。こういう車両のボルト、そこがね、少しブレークになってるね。15メーターぐらい先からスッと深くなってる。多分あのブレーク落ちたところに多少はいるかもしれないね、魚。この足元の浅いところに魚影が見えれば、かなり高確率でいい状態タイミングなんだけど、今のところ見えませんね。いやー、絶景絶景。餌やりの時間だよ。みんなほら起きて、イカダの間船が動いてるじゃない。餌やりの時間帯、つまりお魚さんは、あ、そうか、今さ、イカダにね、餌やってるから、この辺の魚みんなイカダの方行っちゃってるよ。これ多分、俺そう思う。全然いないもん。お、あ、ここにちらっとなんか、あ、見えるね。悪口言ってたらよ、黒い影が、あ、結構でかいじゃない。なんだろう。20センチから25センチ。なんだろうね。浮いてきた、浮いてきた。見えるかな？ちょっと偏光レンズ越しに行ってみましょうか。見える？見えるよね。いるね。うん。メバルっぽい感じのシルエット。まあ、スズメダイの大きいやつに見えるんだけど。よし、ちょっとやってみようか。さあ、さっき言った魚が反応してくれるのかな？どこ行ったかな？よいしょ。水がきれいだからね、向こうからもこっち見えてるので、立って歩いてくるとね、さっと姿が、あんまりフィッシュイーターって感じの魚じゃなかったから、ね、ルアー追ってくれるかどうかわかんないし、実は今日はさ、もう釣り道具まともに用意してきてないんだよ。もう車の中に積んであったもの適当にパパッと詰め込んできちゃったからさ。おなんと14グラムのジグヘッドに、そこそこ大きめのワーム、これぐらいしか持ってきてない。やっぱり釣るのが最大目的じゃないとこうなるんだ僕。
個人的に、よくある感じ。あ、足元にちょっと来ちゃった。まあ、釣れなくていいんだよ。こうやってるだけで幸せだ、僕は。お、当たってる。なんだろう。ベラっぽいな。ガツガツって当たって乗んなかった。早速尻尾取られちゃいました。はあ、素敵だ。いや、釣りは一人がいいな、やっぱり。こうたくさん見えるルアー、あまりルアーに反応するタイプの魚じゃないね。ちっちゃいメタルジグが欲しいとこなんだけど、今日持ってきてないよ。もうこのリグで釣れる、ああフグとかベラの類だよ。もうなくなっちゃった。まあこんなもんでしょう。うん、いやー最高、素敵だ。よし、いや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 、民宿の朝食っていいよね。今回はね、ロケと言ってもね、ちょっと趣が違うんだな。なんだろう、いろいろとさ、バタバタだったんで、本当あれだな、久しぶりにプライベートのその癒しを求めて、まあ日常から逃れたいっていうのが一番かな。もうほぼ仕事のことを忘れて、まあ、本来好きなね、魚釣りとこの海の香りを味わいたいなと思ってね、今回来てます。釣り釣りしてないだから。もう長いこと釣りしてきたからね、ガツガツ釣るような年齢でもないしさ、だからあえて民宿に泊まるのよ。僕、最近の僕は民宿に泊まってのんびり過ごしたい。だから今日は釣らないよ。今日はというか今回は釣らないよ。いやー、おいしそうな味噌汁。今時家庭ですら味噌汁ね、すごなくなったから。いただきます。グッドだね。よし、足元に魚がいないね。
こういうのはね、もう季節とね、水温のタイミングなんで。で、本当にね、もう日本全国いろんな釣り場があるけども、こういう沖の潮の水温とかそこらに左右されて、岸際ではね、釣れないタイミングがあるなんていう場所もね、地域地域でね、その辺は変わってくるので。だから釣りってさ、本当にいろんな場所でいろんな経験しないとね、初めて行った場所で、うまく釣果って出ないのよ。どういうところに魚がいるのか、なぜいるのか、なぜいないのか。釣れるときってさ、いるときはもうすぐ釣れるんだよ、普通。何の音沙汰もないもんね。だからこの届く、まあいわゆるライトゲームで届く範囲には、ほぼ魚がいない状況じゃないかなっていう気がしてる今のところ。今はベラが立った感じだね。何より気持ちがいいよ。いないね。ライトリグで届く範囲には魚がいません。ということで、一応ね、ほとんど道具を持ってきてない中、多少遠くを打てるタックルの。P1.2 号に 45グラムのナッツジグに、さっきバッグに入れて持ってきてたテールマッカートにワームをね、保険でつけてます。これだとかなり遠く打てるので、遠くに魚がいればなんか釣れるかなーって。あ、深い。まだつかない。45グラムが。風景。あ、ついた。宣言通りだな。みんな養殖いかだに行っちゃってますね。しょうがねえね。この餌やりの時間が済んで落ち着いたらね、岸際に魚が戻ってくるかもしれないけど、今ダメだね。どこかでも経験したような気がするな。この長崎、五島とか、
なんかああいうその養殖いかだの多いエリアでね、似たようなことが何度か。あ、なんで魚いないんだろうと思ったらみんないかだ行ってんのかってね、気がついたことが。多分それと同じ状態だよ、今日。もうここの湾から離れた方がいいかもね、釣るんだったらね。この養殖イカだと関係のない湾へ行けばまだいいかもしれない。こんなとこさ、釣り人がたくさん来るわけじゃないから魚がね、釣り切られてるってことはほぼないと思うんだよね。他の条件で魚がこの中に入ってないと。広いからね、魚自由にどこだって行けるので、やっぱり餌がたくさんあるとこしかいないよ。岸際に餌がたくさんあるときには岸際に寄ってくるし、沖の方が美味しいときには沖に行っちゃうし、そんなもんです。だからタイミングが悪ければ、もう大きくエリアを移動するか。お、来た。お 悪く言ってたら来た。カサゴっぽいな。カサゴはね、そんなに遠くへ。お、急にゴンゴンとか言い出した。なんだろう。よいしょ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 。カサゴでしょ。イエイ。 裏切らないカサゴ君。 はい。 遠くでかけると重たいよ、カサゴも。こんな20センチちょいちょいぐらいなんだけど、ワームが効いたかな。 サンキューサンキュー。いいね、ジグプラストリエラワーム。色目のいい、とっても色目のいい、きれいなカサゴです。よし、サンキュー。やあ、釣れてくれたじゃないか。素敵じゃない。45グラムだからね。重たいから食わないなんてことはないから。釣れるときはね、これでマダイもマゴチもヒラメもカサゴも、なんならね、やる気のある子がいたらメバルでさえ食ってくんだよ。アジもそう。アジもでっかいのがいれば、普通に食ってくるからね。岸際の魚はね、確かによ40グラムとか45グラムじゃ、なかなか難しいとは思うの。でもね、深いところにいるやつはあんま関係ない、そこは。よし、またちょっとロケーション変えましょう。一匹釣れたから。大きな子がいれば、先に食ってくる、大体。だから、いきなりサイズのカサゴってことは、もう、この場所はそういう場所でしょう。ね。ちぎられちゃった。まあ、今日はガツガツ釣るのが目的じゃないからさ。と違うロケーションのところで楽しんでみましょう。港へ移動してきました。神社があったんで、はい。
ちょっと入れんの。何の神社なんですよね。海の神様祀ってるんだろうと思うけど、うん。佐藤を知らない。寺の子なんで、あんまりよく分かってないね、神道が。大満宮って書いてある。一大満宮。いやー、気持ちがいいな、眺めが。こんな感じです。時間がゆっくりと流れてる感じだよね。素敵だ。おお、これが気持ちいい。まずは5グラムの夏ジグで近いところ。いやー、綺麗なんだけど魚全然いないな。ここも深いところにいるんだろうね、大きいのね。回遊魚系が全く見えないから、ここに釣ってもパサゴだろうな、今日は。もう1ヶ月とすると、小旗なんかもね、沖からどん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 入ってくるので、いろんな種類の旗の幼魚、だったりあんまり大きくならない網旗とか、ね、もう少し水温が上がれば近くでね釣れるようになると思うけど、今日はまだそんな状態じゃない。あと距離こうやってね、1月2月3月4月5月まあ何度か行くエリアにあえて季節をずらして入ってみるのもね、日頃僕たち仕事で釣りをしてる人間がねやることなんですよ。うん、シーズナルなこうパターンっていうのはエリアの癖のようなものねをつかむため、それを何度か繰り返してると圧倒的に効率のいいタイミングみたいなのねだんだん読めてくる。実際この5月にさ、僕はこの愛媛の中部エリアといったらいいのかな、多分ね、もう100キロくらい走って50キロ100キロ走って南部方向に行けば魚いるんじゃないかなと思うんだけど、あまり僕この中部エリアっていうのをやらないで、まあそれもあるのと、まあ人が来ないところでのんびりしたいなっていうのが今日の一番のテーマなんだ。うん、実際釣り人誰一人、まあ、平日だってこともあるけどさ、
何にもかけてこないね。普通、ジグをキラキラさせたら、ある程度小魚が反応するもんね。ダメな季節なんでしょ。きっと。今日はのんびり過ごしますよ。これで釣れなければ釣れないで、ね、島内をあちこち探索してみます。釣りじゃなくて観光で、まあ、観光でうろうろしてればね、あの新しい釣り場の発見なんかにもつながるので、そういうこう下見ってものすごく大事だからね。そこの釣りあの岩場歩いて行って、おっ、なんか今フォール中にゴンゴンだったぞ。乗んなかった。なんだろう。ちょっとこっちの深い側で、今、マッチリゴーグランド、フォール中にバイトがあったね。フォールバイトが多いんだよね、このブレードジグ。まあ、ブレードジグというよりナットジグが。今がね、カーブフォールさせてたら、ゴゴーンと当たって乗んなかった。巻いた後のカープホールで来たからな。軽く何か触った。魚がちっちゃいな。堤防際には何がしかちょこちょこはいるみたいだけど、数が少ないとさ、やっぱりあのルアーの奪い合いをしないので、こういうじゃれつくようなあたりがあって終わりってことが多いよね。追っかけてきてる。よし、食った。追っかけて、ね、ちょっと、あー、バレた。なんだこれ。ベラっぽかった。バレるやつってね、大抵ベラなんだよ。あの意外に口が硬くて、ちっちゃめのね、鋭いフックじゃないと、ベラは乗りにくいことがある。で、キラキラするもん好きだからね、ベラ。はあ。あの、いいため息が何度も出るね、今日は。どんどん仕事のことも連れてのんびりしてる。同じ釣りをしてもね、仕事の本気の釣りと、なんだろうな、この心にチャージをするためのこういうのんびりした釣りと両方必要なんだよね。釣らない釣り、釣らなくていい釣りといった方がいいのかな。
日頃釣らなきゃいけない釣りばっかりしてるからこそ、釣らなくて良い釣りのねタイミングを僕たちは作らないと、なかなかね長年いいパフォーマンスでやっていけないんです。僕はだけど他の方は知らないよ。僕はもうこういう人づけないとダメな体質ですね。時々ベラ君がアタックしてくるみたいな。よし。木を叩いてみましょう。多分これ夕方までもみたいな感じだな、どこ行っても。そんな気がしてきた。遠くに何かいるのかいないのか。めちゃくちゃ飛ぶじゃないか。暑い。もう夏のような。ベイトになるね、小魚の群れがね、全然見れないんだな。今さすがに大型魚は入ってこないね。要素がない。よっしゃ。カサゴは食ってくるよね。ちょっと深いとこ攻めると。重てえんだよ。深いとこのカサゴは。竿が曲がります。大したサイズじゃなくても。おー、よっしゃ。おー、いいの出た。いいの出た。はい。トレーラーワームがつい。よいしょ。うわぁ、深具合しちゃってる。よいしょ。よいしょ。ほら、いいじゃん。グッサイズです。おかえり。うん。ほんとね、カサゴくんだけはいつもいつも裏切らない、ね。最高。ねえ、ちょっと距離が違うだけでこんなことになるんだよね。5グラムの距離じゃ、本当にベラがちょんちょんと当たって終わりだったのが、45グラム投げると、こうやってちゃんとしっかり食ってくれて。この辺がね、この辺も僕が近年、ミドルゲームを使用してる
理由です。で、本当にタイミングがいいときはね、こういう釣りしてると、でっかい魚が食ってくるのよ。うん。海の状況次第で、イワシが入るとかさ、イカナゴ、キビナゴが入るとか。それに、なんだこれ。ん？猫狩りじゃないよね。ああ。藻だった。へえ、深いところに藻があるんだ、女の子。魚かと思ったら質問でも引かないから。やっぱりその沖にあるもののところでさっきのカサゴ見つけたんだろうと思うよ。やっぱり何かがないとね、特にね、魚は。全くの砂地だとね、やっぱりヒラメとかマゴチなるし、うん。場所と季節が合えばマダイもね、砂地のところに入ってくるんだけど、あれカサゴとかキジハタはさすがにね、何かないとダメなんだよね。大丈夫だね。大きで食ったよ。遠いぜ。ちっちゃい。ポールちょん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 と巻いてからのオールで着底した瞬間にここ。やっぱりあの辺になんかこうボトムに藻なり岩なりがあって、こういうそれにカサゴがついてる状態だね。おい、サンキューでした。よし。いる位置がだんだんつかめてきたよ。ちょっと右へ振って、深いところでは当たりがなかった。シャロー側も当たりがなくて、ちょうどその真ん中。このジグが、沈んでいく感じで言うと、水深がね、多分15メーターから20メーターぐらいのレーンで今カサゴが続けてついてる。で、これがエリアが変わってね、磯でやってたら、これカサゴじゃなくて赤旗になったりするよね、これからの時期はね。カサゴが釣れなくなったらハタが釣れるってきたパターンが多いんだ、大体。九州とかね、西日本の、太平洋側に近ければ近いほどそういう傾向っていうかね、ハタの傾向が強く
瀬戸内だとね、もうほとんど旗って言ったら、キジ旗だけになっちゃうんだけど、今ここにいる場所はもう瀬戸内と、なんだろうな、太平洋側の水というか、高知県側のね、ちょうど境目ぐらいなんだよね、この位置が。瀬戸内的な要素もあり、うん、ちょっと南の魚もなんとかギリ入ってくるかなぐらいのエリア。いいね、このジグプラストレーラー。やっぱり食ってくれる要素が増えるよね。ジグだけで釣れるときはそれはそれで結構なんですけども、そう甘くないからね、釣りって。そういうときにこういうアレンジメントをやるとね、なんとか魚をね、引っ張ってきてる。よし、とりあえず午前中の釣りというか、まあ今日はもうあんまり釣りする気ないんでこれで終わるんだけど、ぼつぼつ終わりぐらいにするかな、うん、カサゴもね、もう5月になると大型はね、出にくいんだよね。カサゴの大型はね、やっぱり2月、3月、うん、産卵期が来てくんだ、双葉から上がってきて。そうすると、35とかね、38とか、強烈なやつがね、釣れるのはだいたい2、3。5、6、7、8と進んでいくに従って、数は釣れるけど、サイズが下がっていく。よし、終了。でのひとときを楽しませてもらいました。会社会社、さっき神社にパンパンってやったからカサゴ2匹釣らせてもらったような気がする。で、2匹で満足しなさいって言われてる感じがします。じゃあね、今日の僕のね、自撮りの撮影機材の紹介ですけど、まあ、ご覧の通り GoPro です。プロヒーロー11ですね。で、この下についてる三脚のようなやつがね、ボルタというね、GoPro の専用のスティックなんだけど、このいいところってこのボルタはさ、これ自体がバッテリーになってるんだよ、このスティックがね。だから給電をしながら長時間の撮影ができると、うん、で、三脚にもなりますよということで、これが、まあ僕もいろんな撮影機材使うけどさ、一眼レフからハンディカムまでね、いろんなものを過去使ってきましたけど、単独で釣り行くときにはね、これが素敵。で、今日はね、風が強いので、やっぱりね、ちゃんとした風防付きのマイクつけないと、ボー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 風の音が入っちゃって釣りにならない。映像になりにくいというか、で見ていただく方は大変なので、マイクセットつけてます。これね、ホーリーランドって言うんだけど、はい、ちなみにこれがね、ホーリーランドのマイクセットなんだけど、これもう素晴らしい。今までの外付けマイクのセットと違って、これ自体もバッテリーになってる。だからここに、さっきカメラにつけてたやつね、これが受信機、これが GoPro 側の上につけてたやつね、クリップでこう、このメディアモジュラーは上にね、ホットシューがついてるんで、そこへこれをプシュッと挿して、でケーブルでつなぐとマイクセッティング出来上がりで、送信機が2つと受信機が1つ、うん、つまり2人録音できちゃう、2人分、
胸元につけてもらって、でこいつのすごいところはこうやって抜くと、今青いランプついてるでしょ、でこう抜く、でここが緑になったらこの受送信のペアリング完了、出したらもう OK なんだよね。そしたらあとはここへこの風防をペコンとかぶせて胸元にくっつける、で受信機の方をカメラの方にセットすれば出来上がるというね、これもすっごいおすすめです。これが受信機だね、 GoPro のこの外側。 GoPro これ裸とちょっと違ってね、あのメディアモジュラーという箱がついてるの。これ何のためについてるかって言ったら、こういう外付けのマイクがセットできるようになってる。ここに一応マイクあるんだけど、あまりね音質が良くないのと、カメラから離れたら声入んないじゃん。だから今僕ね胸元にマイクついてるわけ、これこれね、これホーリーランドの、こっちが送信機でクリップ式になってて、こうパチッと止める、で風防がついてる、ね、風防付きのマイクでクリップ式で、で受信機の方で受けると。でこの外付けのマイクをつけるために、この GoPro の外側になって、こうちょっと複雑な形してますね、ケーブルがここ後ろからさせるようになってて、これがメディアモジュラーという、GoPro メディアモジュラーと GoPro11 とホーリーランドのマイクセットと、それからスティックになって三脚になって、かつこれ自体がモバイルバッテリーになってて、GoPro 普通ね 3,40 分しかバッテリー1個じゃ持たないのに、これだと3時間とか4時間とか撮れちゃうということで、うん、あの単独調光自撮り派にはこれがすげえ僕は気に入ってておすすめだなと思ってますので、はい、紹介しておきます。いやー、ということで1日の遊びを終えて帰り自宅ですね。 GoPro はスティックから外して今胸元へつけてる状態です。今日はこんなものしか持ってきてないんだよ。つる気ないの丸見えだね。まあ島に来てさ、こうやって車借りてね、島の中を探索するだけでも本当に、あのなんだろうな、充足感というかね、僕は感じるんです。今日はセイラ君出番なかったね、そんな感じにならなかった。まあ必死こいて釣りをしに来たわけでもないので全然大丈夫なんですけど、はい、うん、ベスパーダ君も出番なかったね、また次ね、はい、今回はもうこのイグジスト LT の4000馬、これがあればとりあえず昆布の釣りは全部できた、ボートの釣りから何から相当好きだよ僕これ、イグジの4000。釣りってさ本当にね、僕思うんだけど、いろんな楽しみ方がある、人それぞれでもあるし、僕個人の中でもね本当に何種類も釣りの楽しみ方ってあってさ、で単純にあのジャンルがどうとか魚種がどうとかでは進まないくらいね、あの釣りはなんだろうな、
年齢とともに変わっていくね。まあ、僕の年齢でガツガツしてる方がおかしいんですけど、もうガツガツしなくていいって言っていい？特に僕の年になるとだんだんそうなってくるよね。これね、ナットのスリムロングってデフォルトでこのシングルフックがついてんのね。こういうセッティングも楽ですよっていうのをね、皆さんに知ってほしくってこういう形にしてます。で、普通のさ、水平2連の、おかっぱり用のナッツジグがあるよね、平たいやつがね。これね、まあ、これちょっと僕でかいフックつけちゃってるけど、これは青物やるのに付け替えたから。こっちの方が根掛かりは、まあこれ針でかいからダメだよ。ブレードのサイズに合ったフックにすれば非常に根掛かり少ない。で、シングルフックだけだと根掛かりしやすいんだけど、ワームをつけることによってね、根掛かりしにくくもなるので、今回僕がやってたような場所で、丘からね、ちょっと遠くへ投げて釣るときには、こういうトレーラーをつけるのがね、おすすめですし、その際は、このワイドタイプのやつじゃなくて、スリムロングの最初からそういうフックがついてますから、ここもおすすめです。よし。ガリンペーロ君も今日は出番なかったね。ガリンペーロ君にスティーズ君が出番がありませんでした。お魚さんはお休みでした。大型のね、根魚のハタの気配があれば出そうと思ってたんだけど、なんだかんだ言いながら竿をいっぱい持ってきてるじゃないかって皆さん思われるでしょうが、これもたまたま、あれ、ハードケースポンと持って出たから、そこに いつも使うワンセットが入ってるだけ。本当はワンタックル、ツータックルの釣りなんだよ、今日はね。サービー、あと、グリスさんとコンベの77があればいいかなぐらいの釣りだけど、まあ、ケースに入っちゃってるんで、もうそのまま持ってきたって感じだな。僕は個人的にその仕事のことでいろいろと煮詰まってたのが、心がね、相当楽になった。釣りのいいとこでもあるよね。その釣りでつ 僕らの場合は釣りで疲れた体と心を釣りで癒すみたいなね。そんな一日をね、ちょっと今日は垣間見ていただきましたね。これはあれ、冒険用品さんとこのプレデターバッグ。これ、見にくいね。ジェットセッター。これは僕はね、すごい重宝してる。だから、5、6個持ってんじゃないかな。このサイズと、この撮影機材や、まあ、リグの小物を詰めるやつね。すんごい重宝してるでしょ。縦横比がね、すごく使いやすい大きさになってるので、なんか今日はね、僕が使ってるものの紹介ばっかりしてる感じですけどね。まあ、いいものはね、いいものはいいでおすすめしますよ、これもいいんだよ。これも自撮り派の人にはね、これもおすすめなんだけどね。これはスリックさの三脚なんだけど、三脚じゃないんだ、本当これ一脚なんだよ。普通の三脚じゃないんだよ、一脚。ここにいろんなマウントつけて、
あの iPhone 立てたり GoPro つけたり普通に一眼レフつけたりするんだけど、この頑丈さとコンパクトさが気に入ってるの。三脚はね、あんまりしょぼいとさ、風が吹いた時や風による振動でね、映像がブレたりするので、この三脚僕相当気に入ってます。よし、じゃああとは竿をしまうと。うん、今日は出番がなかったティラドール君は、まあ、また6月に入ってからね、ティラドール君頑張ってもらいましょう。911、もうほぼ10フィートのね長尺ベイトロットなんだけど、これが素敵な竿です。7月8月ぐらいにリリース開始の予定です。今日一番頑張ってくれたグリスさんと昆布77、いつでもどこでも何でもロッドの僕の中じゃ最高峰ですね。すごい重宝するね、この竿も。重宝するからこそつららさんにお願いして、このロッドケースに収まるようにね、2ピース化してもらったんだ。グリスタンドってハンドルジョイントの1ピーだからね、遠征するときはね、飛行機乗せるときはオーバーチャージ取られるってそれが一番嫌かな。それが一番嫌で2ピース化してもらったってのが一番正直なとこなんだけどさ。よいしょ。すげえ使いやすい。で、ね、ベイトの方はもうサビアがあればとりあえず普通のおかっぱりからボートキャスティングね、割と大きめの旗、あるいは水深30、40のボートからのキャスティングだけじゃなくて、根魚釣りとかもう本当に幅を広く使えるのがサビアの特徴でもあるので、サビアは常にどんな時でも持っていくな。でちょっと大型が望めそうなおかっぱりの時のこのガリンペイロ、ボートからでもブリとかサワラのでっかいのがいるとか、オーモンハタだとかちょっとがいいサイズが望める時はね、サビアじゃやっぱりきついとことも多いので、そういう時にね、ガリンペイロですね、僕は出番がね。今日はちょっとね、出番がなくて伸ばさなかったんだけど、5本継ぎのベスパーダ、まあ年内になんとか発売にこぎつければいいなと思って、次回はまたこのベスパーダの次をね、どこかでしっかり見ていただこうかなとは思ってますけど、まだ完全に、製品版のコスメまで仕上げたものがないので、まあまあで、はい、こんな感じで1,2,3,4,5 本入った。またもう一回作りたいね、このロッドケース5本入れてくるだよ。これポリカアーマー LG ガイドが出ちゃってる。ほら、ライトゲームファナティックインクスレベル、これ良くない？これはもう僕の遠征には欠かせないお供です。よし、だいぶ片付いたな。よし、せで、今これ一生懸命荷造りしてるこのキャリーケース、
このキャリーケースはね、リモアっていうメーカーなんですけど、僕はこのリモアのキャリーケースの名前何だったかな、忘れちゃった。街がね広いんだよ。うん、でセミハードで、これがね釣りにものすごく使いやすいので、デュアルの四輪で、で僕なんとこれを堤防に持ってきますもんね。撮影機材も入れて、下手すればテントとかも詰め込んで、うん、あの沖堤防なんかで一晩釣るときなんか、これを船に積んで、で堤防へ持ち上げてゴロゴロ引っ張りながら、何があっても雨が降ろうが槍が降ろうが OK というね。よっしゃ。